Serena, I'm glad you're here. I was worried about it. At that time, Serena was forced to leave the academy. I was forced to leave the academy, but I was waiting for you to meet with you. So then, you came to the academy to join the fusion dimension. That's why I was able to get there. あとは私に任せろ。ユーゴとクロサギが探していたリンとルリの居場所も見当をつけてある。そうまでして私たちのために。ありがとう、セレナ。何を今更。私もランサーズの一員だ。こいつ相当ヤバいのか。そういうことだ。え？無理って、お前。お前はここで何をしている？俺はお前のデュエルを認めない。 あんなのデュエルじゃない。しかし一人で背負い込むな。弟のことはお前の責任じゃない。デュエル追進。なあプレイメーカー様よ、実際のとこどうなんだ。あいつの言ってることは本当なのか。一つだけ言えるのはこのデュエルに勝った方が正しいということだ。否定しない。ってことはやっぱりプレイメーカーは偽物。 こちらに渡せ。疑って。プレイメーカーは今までお前のために戦ってきたんだぞ。ユズ、何をするの、セレナ。話して。話して。あれ、船長。おいおい、俺たちのフィールドに復活させるのか。セレナ、どうして。 俺たちを戦わせたりしなかったら、お前はそこに何か記録されているのか。それを知っているのか。俺を待ち伏せしていたのか。おいや、俺様のお前たちの探しているイグニスだ。脳記憶をなくしているみたいな名前で呼ばれているが、そのデータの中に俺の名前もあるんだろ。どんな理由があろうと、この事件を他人に任せるつもりはない。一つ、この事件の真実は俺自身の手で突き止める。二つ、お前には関わりのないことだ。三つ、それでも関わるというのが
俺を従える方法は分かっているはずだ。なのに貴様になってこようと、虫は虫。俺様も聞いたくねえしな。ロスト事件を知っているか。どうやらお前たちに聞いても無駄なようだな。させたのは誰だ。ここは俺が引き受ける。俺が期待に応えただけだ。もっと強く、もっと激しく戦えという。貴様にデュエリストを名乗る資格はない。セレナ、どうしたっていうの。シティでもランサーズとして戦ったあなたが。ランサーズなど気の迷いだ。全てはプロフェッサーのために。セレナ、通常召喚が残っている。さらに手札は6枚。きっと後期モンスターがうちゃうちゃいるはず。あいつはめちゃくちゃ張り切ってんじゃん。ああ、やってやる。デュエル。俺は魔法カード、サイバネットマイニング発動。手札を1枚墓地へ送り、デッキからレベル4以下のサイバーストック1体を手札に加える。俺は手札のレイテンシーを捨てる。俺はロムクラウディアを召喚。このカードの召喚に成功したとき、ロムクラウディア以外の墓地にあるサイバーストックモンスター1体を手札に加える。このカードは墓地から手札に加わったとき特殊召喚できる。現れろ、未来を導くサーキット。召喚条件はサイバー所属2体。これはエルフェイスとセキュリティトークンをリンクマーカーにセット。リンク召喚。現れろ、リンクにサイバーブリッジ。エイ天使の効果発動。特殊召喚したこのカードがリンク召喚の素材となったとき、カードを1枚ドローする。エルフェイスドットスケーパーを除外して、手札からデグレネードバスターを特殊召喚。俺は手札より儀式魔法サイバネットリチューアルを発動。儀式魔法。デグレネードバスターをリリースし儀式召喚。現れろ、サイバースマッシュ。俺はカードを捨てて、ターンエンド。俺のターン。俺はスケール1の星読みの魔術師と、スケール8の創造の魔術師でペンデュラムスケールをセッティング。召喚したエンタメイトを勝つだけドローできる。登場の魔術師のエンジニアル効果。1ターンに1度選択したモンスター1体のレベルを別のモンスターと同じにする。ドロップギャロップをレベル4に。ではレベル4のロングフォーンブルとレベル4のドロップギャロップ2体でオーバーレイ。漆黒の闇よりどんなる力に抗う反逆の気は今降臨せよ。エッシーズ召喚。現
シーズドラゴン。ドラゴリモーラの効果、自分フィールドのドラゴン族モンスターの攻撃力を500アップ。オーバーレイインスト1つ使い、ターン終了までフィールドにいるレベル5以上の相手モンスターの攻撃力を半分にし、その数値分ダークリベリオンエクシーズドラゴンの攻撃力をアップ。リーズンディスチャージ。俺はダークリベリオンの2つ目のオーバーレイユニットを使い、リーズンディスチャージ。バトルだ。俺はダークリベリオンエクシーズドラゴンでアンティークギアハウンドドッグを攻撃、反撃のライトニングディスプレイ。ドラゴリモーラでプレータープランツトークンを攻撃。トラップカード発動、エクセスレッサーリンカー。バトルするリンク2以下のリンクモンスターの攻撃力は相手モンスターと同じになる。俺はカードを1枚伏せてターンエンド。やつを葬り去る。今頃ワールドが現れたということか。俺たちはある奴を追っている。そいつの名はボーマ。俺の知り合いの弟の意識データを奪った。それを取り戻さない限り彼は永遠に眠り続ける。この力は新たなる戦いが始まるのですね。リンクブレインズ、いや、ネットワーク世界最後の時だ。その崩壊を遂げるために私は冥府から蘇ったのだからな。そうなれば我々の努力も水の泡。ソルテクノロジーより先に奴を見つけねば。気になるが、今は放っておけ。イグニスを探すことが先決だ。には強力な電脳ウイルスが仕込まれている。触れた途端に君は意識を失うぞ。いや、あの会社に私の考えなど理解できんよ。私が開発したイグニスを独占するために。その後私は電脳ウイルスを仕込まれ昏睡状態になった。AIが意思を持つという本当の意味を誰も知らなかったのだ。彼らは私の想像を超える存在だった。世界のあらゆるデータはハノイの塔が完成した瞬間に破壊される。データとつながっている私たちもね。もうそれしか手段は残されていない。間もなくハノイの塔は完成する。君もせめてこの世界が終わる瞬間をその目で見たければ。じっとしているのだな。俺は期待に応えただけだ。だったら手を引け。お前はリボルバーが何をしようとしているか分かっているのか。もっと強く、もっと激しく戦えという。お前はそこに何が記録されているのか、それを知っているのか。俺のターン。ドロー。墓地の儀式魔法サイバネットリチュアルの効果発動。自分フィールドにモンスターがいないとき、このカードと儀式モンスター1体を除外し、サイバネットトークン2体を特殊召喚。俺は手札よりフレームバッファローを召喚。現れろ、未来を導くサーキット。召喚条件はレベル1モンスター1体、インク召喚、インク1、インクディサイクル。フレームバッファローの効果発動。このカードがフィールドを離れたとき、手札からサイバー取得モンスターを捨ててカードを2枚ドロー。現れろ、未来を導くサーキット。召喚条件はサイバー取得2体、インク召喚、インク2、セキュリティドラゴン。セキュリティドラゴンの効果発動。このカードが相互リンク状態の時、
1ターンに1度相手モンスター1体を持ち主の手札に戻すことができる。これが戻すのはマズルフラッシュドラゴン。トラップカード、ミスディレクションの翼発動。ターン終了まで相手フィールドにいるモンスターの効果とマジック、トラップカードの発動を無効にし、自分フィールドのモンスター1体の攻撃力を800アップする。インク召喚、現れろインク2クロックスパルトイ。このカードがリンク召喚に成功したとき、デッキからサイバネットフュージョンを手札に加える。そして手札から魔法カードディスコネクトリンカーを発動。このカードは自分の墓地にいるリンク2以下のリンクモンスターを効果を無効にして特殊召喚し、それを素材にしてリンク召喚する。リンク2セキュリティカード。リンクモンスター1体、デストレーションポイントガードをリンクマーカーにセット。リンク召喚、現れるリンク1セキュアガードだ。クロックスパルトイの効果発動。墓地のレベル4以下のサイバーストック1体の効果を無効にして、このカードのリンク先に特殊召喚する。来いクロックワイバー。俺はこいつで決める。魔法カードサイバネットフュージョン発動。自分の手札フィールドから融合素材を墓地に送り、融合モンスターを召喚する。俺はクロックワイバーン。セキュアガードラーかクロックスパルトイの3体を融合。今雄大なる翼のもとに集いし、つわものたちよ、新たなる伝説となる融合召喚。召喚に成功したとき、素材としたリンクモンスターのマーカーの数だけデッキからカードを墓地に送る。そして送ったカード1枚につき攻撃力を1000アップする。送ったカードは3枚、そしてサイバースクロックドラゴンの攻撃力は3000アップだ。サイバースクロックドラゴンでバトルドローンジェネラルを攻撃。こいつはリンクモンスターじゃねえ、ドローンカードの効果は効かない。俺はカードを2枚伏せ、ターンエンドだ。俺のターン、揺れろ魂のペンデュラム。天空に描け光のアーク、ペンデュラム召喚、現れろエンタメント、エルドール、オッドアイズ、ペンデュラムドラゴン。このカードと素材となるモンスターを墓地に送り、融合召喚できる。ゲスを怖がらせるお前は絶対に俺が倒す。太陽のマナコの竜よ、地より生まれし巨人と一つとなれて、新たな種族として蘇れ。融合召喚、現れよレベル8エンタメイトガトリングール。ガトリングールが融合召喚に成功したとき、フィールドのカード1枚につき200ポイントのダメージを相手プレイヤーに与える。今フィールドラーのカードは12枚、12回分のダメージを受けろ。カウンタートラップインクリスタート発動。自分がダメージを受けるカード効果が発動したとき、その発動を無効にする。さらに墓地のこのカードを除外して、墓地のリンクモンスター1体を特殊召喚。現れるリンク1セキュアガードだ。ミスディレクションの翼を発動。このカードとフィールドの総国の魔術師と総上の魔術師を除外して、オッドアイズリベリ
イオンドラゴンの攻撃力を800アップする。同時にターン終了まで相手モンスターの効果とセカードの発動を無効にする。トラップカードサイバーシャッター発動。モンスターの攻撃力の変化を無効にしてカードを1枚ドローする。エンタメイトガトリングールはこのターンペンデュラムモンスターを素材に融合召喚された。よって2つ目の効果を発動できる。俺はペンデュラムガバナーを破壊しその攻撃力2800分のダメージをプレイヤーに与える。これで終わりだ。そうか、それでバルキリーの契約書も無効になってテムジンの攻撃力が1500に戻ったんだ。6人やっつければいいだけなら楽勝じゃん。それじゃあ僕の分もそのニコちゃんって人に頼んでよ。6人紹介してって。セキュアガードラの効果、1ターンに1度戦闘効果で受けるダメージをゼロにする。だがこの瞬間クロックドラゴンの効果発動。相手の効果で墓地へ送られた場合デッキから魔法カード1枚を手札に加える。バトルだ。奴が守備を固めてくるのは意外な気がしただけだ。思ったより手堅いプレイスタイルかもな。それとも何か作戦があるのか。俺のターン、ドロー。さらに墓地のサイバースシャッターを除外して効果発動。墓地からリンク2以下のサイバースを1体特殊召喚できる。リンク1、リンクディサイクル。そしてスワップリンストを通常召喚。そしてリンク召喚、リンク2、スプラッシュリーチ。スワップリーストがリンク素材となったとき、セキュリティドラゴンの攻撃力を500ダウンさせ、その後1枚ドローする。スプラッシュメイジの効果発動。墓地のサイバーストック1体守備表示で特殊召喚する。これは墓地のクロックワイバーンを特殊召喚。クロックワイバーンの効果発動。攻撃力を半分にしてクロックトークンを特殊召喚。現れる未来を導くサーキット、アローヘッド確認。召喚条件は効果モンスター2体以上。これはリンクリサイクルとリンク2のセキュリティドラゴンをリンクマーカーにセット。サーキット購買、リンク召喚。リンク3、トランスコード投下。さらに手札から魔法カードリンクバックを発動。エクストラモンスターゾーンにいるリンクモンスター1体をそのリンク先となる自分のメインモンスターゾーンに移動する。その後移動したリンクモンスターのマーカーの数だけデッキの上から墓地にカードを送る。ドットスケーパーの効果発動。このカードが墓地に送られたとき自身は特殊召喚。トランスコードトーカーの効果。このカードのリンク先となる自分のフィールドに墓地からコードトーカーリンクモンスター1体を特殊召喚できる。リンク2、はスプラッシュメイジ。現れろ未来を導くサーキット。召喚条件はレベル1モンスター1体、リンク召喚、リンク1、リンク2。よし、これで準備は整った。現れの未来を導くサーキット。アローヘッド確認。俺はリンクリモート、リンク2のリカバリー操作をリンクマーカーにセット。リンク召喚。現れのリンク3、シューティングコード効果。だが、お前は俺の真の狙いを分かっていないようだな。俺が未来をかけるのはこいつだ。現れろ未来を導くサーキット。ス
条件はモンスター2体以上。俺はバランサーロードとインクさんのエンコードトーカーをインクマーカーにセット。インク召喚、現れろインク4。2体を除外して発動できる。自分フィールドにいるリンクモンスター1体はこのターン2度のバトルができる。トラップ発動、エンタメイトコール。このカードはダイレクトアタックを無効にする。そしてその攻撃力と守備力の合計が同じ数値になるよう敵からエンタメイトを手札に加える。よって俺は守備力1000のチアモールと守備力800のひっくり返るを手札に。ただしこの効果で手札に加えたモンスターを召喚、特殊召喚したターンではエクストラデッキからモンスターを特殊召喚することはできなくなる。俺はカードを1枚伏せてターンエンド。この前と同じデッキか。そりゃそうだろ。先行を選んだ瞬間違うデッキかと思ったが。なんで？ああそうか、先行は攻撃できないし、こっちの出方を見て属性を合わせられる後攻の方が圧倒的に有利なはず。何をしに来た？アースって名前が気にならなかった？にしても尊すぎるだろう。させたのは誰だ？そういうことじゃなくて、わからないから説明求む。 Kiss my skinny little ass, you punk kid! 意外に素直なのに。いや、よろしくお願いします。だが、お前たちが人類の後継者だろうがそうでなかろうが、俺にはどうでもいいことだ。急激な変化は多くの人間を傷つける。ロスト事件が多くの人間を傷つけたように。それは誰も望んでいない。お前たちは何を目指すというんだ？あのカードを引くとは。あのデッキはおそらくスカばかりだったろうな。え、じゃあイカ様？ああ、最も単純なイカ様だ。ああ、やられた。これで三冠ね。どうせ危険と遭遇する確率はそう大差ないだろう。褒めてくれるのは嬉しいけど、俺にはアイってれっきとした名前があるんだぜ。いいだろう、ここでお前とケリをつける。なるほど、そういうことか。どうやら俺たちはおとりに使われたようだな。つまりこいつらがここへ入るためにわざと俺たちに侵入経路を渡したのか？それじゃああのデュエルに負けたの？お前はそこに何か記録されているのか？それを知っているのか？我らが一つに、我らが一つに。それを話して何になるということだ。だがここはお前ごときが来るべき場所ではない。ならば仕方あるまい。お前もハノイの三騎士を倒したほどのデュエリスト。大丈夫、俺の作ったチャンスはまだ生きている。あそこに奴がいるのか。ああ、グマになんか
なってない。たとえ俺がそうなってもお前はきっと耐えきれる。だから俺が闇に飲み込まれてお前が俺を闇から引き上げてくれる。お前ならやれると俺は信じている。行くぞユウト。俺のスケール1のエンタメイトモンキーボードとスケール8のエンタメイトオットアイズユニコーンでエンジラムスケールをセッティング。私はさらにエンタメイトモンキーボードのペンデュラム効果を発動。この効果でデッキからレベル4以下のエンタメイトモンスターを一体手札に加えます。手札からマジックカードシャッフルリボンを発動できる。ダークリベリオンエクシーズドラゴンの効果を無効にして特殊召喚。さらに俺はシャッフルリボンの効果でエンタメイトトランプウィッチをデッキに戻しカードを1枚ドローする。スケール3のエンタメイトシールイールとエンデュラムスケールをセッティング。揺れろ魂のペンデュラム。天空に描け光のアークエンデュラム召喚。エクストラデッキからよみがえれホットアイズエンデュラムドラゴン。レベル4エンタメイトドラゴンリモーダードラゴリモーラの効果。自分フィールドのドラゴン族モンスターの攻撃力を500アップ。大丈夫かユウト、しっかりしろ。やべえ、ユウロミックが復元し始めてる。マジックカードアントムナイツコレクション。自分フィールドのエクシーズモンスターに別のモンスターのレベルを与える。これはダークイベリオンエクシーズドラゴンにホットアイズペンデレムドラゴンのレベル7を与える。俺はレベル7のダークイベリオンエクシーズドラゴンとホットアイズペンデュラムドラゴンでオーバーレイ。二人の罠と武勇よ。深き闇より蘇り地上の全てを焼き払え。エクシーズ召喚レオランク7災い呼ぶレッカの竜ハオレゼユオットアイズレイジングドラゴン。なんだオットアイズレイジングドラゴンの効果。オーバーレイユニットを全て使いこのカード以外のカード全てを破壊しカード1枚につき攻撃力を200ポイントアップする。ドラゴリモーラのもう一つの効果オットアイズも破壊されない。もちろんサイバーズシンクロンの効果。エクストラモンスターゾーンのモンスターが戦闘効果で破壊されるとき代わりにこのカードを除外できる。したがってホットアイズレイジングドラゴンの攻撃力が1800ポイント加算される。相手フィールドに特殊召喚されたモンスターがいるとき手札からエンタメイトラディッシュホースを特殊召喚できる。さらに私はラディッシュホースのモンスター効果を発動。特殊召喚されたこのカードは1ターンに1度相手フィールドの攻撃力2500以上のモンスター1体の攻撃力を今のラディッシュフォースの攻撃力分だけ下げバトルだ。次にプレイメーカーのターンが回ってきたらドロップフレームウェッジの効果が切れる。その時までになんとか手立てを考えないと。俺はアオルジュオットアイズレイジングドラゴンで CO ヘルアーマゲドンを攻撃。
発動。ライフを半分にしてこのカードを除外する。それにより自分の墓地にある通常トラップカード1枚と同じ効果を発動できる。トラップカードリターンリスクリザーバー発動。墓地のレベル1モンスターを特殊召喚する。来い、ソフトスケーターを特殊召喚する。さらにインクリボーが墓地にいるときレベル1モンスター1体をリリースして効果発動。これはソフトスケーターをリリース。組み替えインクリボー。ホットアイスレーシングドラゴンは1ターンに2回攻撃できる。こちらからもお前に聞きたいことがある。この男を探している。俺のターン、ドロー。手札からドラゴネットを召喚。そのモンスター効果で手札デッキからレベル2以下の通常モンスター1体を守備表示で特殊召喚できる。来い、クロトロ。現れろ、未来を導くサーキット。俺はサイバースガジェットとガジェットトークンをセット。インク召喚、現れろインク2フレームアドミラント。手札のパラレルエクシートの効果発動。インク召喚に成功した場合、手札のこのカードをリンク先に特殊召喚する。さらに2回目のパラレルエクシートを特殊召喚。効果で特殊召喚された場合、レベルと守備力は半分になる。俺はレベル4、2体のパラレル FC でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚ランク4、ファイアボールエクシードドラゴン。エクシードドラゴンの攻撃力は自身とリンクしているリンクマーカー1つにつき500アップする。ファイアウォールはリンク4、クロックリザードはリンク2、よって3000のアップ。こいつは神様アイテムにも予測不可能だぜ。バトルだ、ファイアウォールドラゴン。ジンダングルアキュートケルベロスに攻撃。テンペストアタック。ファイアボール FC ドドラゴンでキング TS を攻撃。ライジングクリプトリミット。やったな、プレイメーカー。
やばいぞ、どうなってんだ。考えたことはないか。4つに分かれた次元がデュエルの召喚法で違うこと。こらえた。なんで。More protein.